ペン吉のゲーム実況。どうも皆さんこんにちは、ペン吉でございます。今回もマインクラフトポケットエディションやっていきます。そしてですね、収録外でやっておきました、てれー、はい、僕の家じゃなかった、借りてる家をパワーアップしました。まあ僕の家ってことでもいいでしょう。というわけで今回はね、オープニング前に見せました通りね、柵をね作って村を囲ってね、みんなを守らなければいけませんので、途中でねもうね柵なくなっちゃったんで、まず木を買って、木を買ってきて、その木を柵にして完全に覆うというところからやっていきましょう。多くでいっか。よし、もう木のねその種類とかめちゃくちゃだから、もううん、マジで。よし、とりあえず木取ろうよ。はい、とりあえずね原木をね30個取りましたのでね、とりあえずこれ木材に変えまして、柵を作って、まあ多分これで足りると思いますんで囲いましょうか。はい、とりあえずね柵でね全て囲うことはできましたので、次はね湧き潰ししたいんですが、とりあえずね今夜になりそうなんで寝ましょう。はい、柵でね村を囲うところまで見ていただいたと思うんですが、でねその後ね村をね湧き潰しするために石炭を取りに地下へ行ったんですが、その時がねもう洞窟に何もなくてもうグダグダすぎたんで、ちょカットさせていただきました。はい、でその時手に入れたものとかも含めちょっと紹介しますね。この中に石が大量に入っております。まあ、さっきねその洞窟行った時に手に入れました。はい、そしてこちらはねちょ分けました、トロッコじゃない、これ何でいいんだっけ、チェスト分けました。こちらに食料とかそういう財源、いろんな大切なものが入っております。原木とかこちら鉄とかベルトとか食べ物とかね、こういう道具とか、そこの金装備はどうしたんだっていうところをゴミが捨てたのを手に入れました。でこちらは関係的には木、木材関係のものをこの中に集めました。そしてですよ皆さん、さあ行きましょう。まあ見に行けば分かりますよ。これとまあこれだけで十分ですよ。うん、さて行きましょうか。どこにと、それはですね、ちょ言わせてくれ。ついにあれを見つけたんですよ。これはちょっとその洞窟とは関係なくて、その洞窟を取った後にグダグダだなと思いながら収録外でひたすら掘ってて見つけたんですよ、こちら。はい、岩盤まで下におります。はい、到着しました。じゃじゃーん、いきなりですね。はい、こんな感じでめっちゃ掘ったんですよ。見なかったことにしてね、とりあえずこっから取っていきましょう。ハツレッドストーンです。イエースイエースイエース。いやー、すげー経験値もらえるじゃんこれ。うお、これで回路が作れますよね。そしてですよ、じゃじゃーん、はーい、金もあります。全部ね回収しちゃいましょう。もうこれ取っといたんですよ、皆様にお見せしたくて、この輝きを。よし、帰りましょうか。よいしょよいしょ、ちょいでですね、皆さん村人がねだいぶ増えたんですよ。よいしょ、ハロー村人、じゃじゃーん、見てくださいこれダイヤモンドですよ。およく見つけてきたな、それでなんか建設するのか。いやちょっとまだですね、ちょっとねこれ使っていろいろまたね採掘しますんで、あ、その代わりに今度これあげますんで。おー、金の原石じゃねえか、よろしくお願いします。これからもよろしくな。さて、そしてね子供も生まれたりとかでね、すっごい村人も増えててね、とても嬉しい限りでございますでね、このね材料じゃねえわ、このレアなものたちね、レッドストーン、ダイヤモンドとか金とか、これはね一つね大事なところに入れておきたいんで、よいしょ、とりあえずね1個これチェスト作りまして、とか作っておいたので、ここでどこにしようか、ポン、ここでね宝物庫ということで、ここにね保管させていただきましょう。よーし、これで OK ですね。さて皆さん、ではねマグマ回収しに行きましょうか。まず何が必要なんだっけ、鉄で3つ鉄が必要で、バケツを作りましょう。バケツポン、はい、というわけでバケツ作りましたんで水汲みに行きましょうか。あ、そうじゃんもう作っちゃいましょう、ついでに。さて初ですよ皆さん、いろいろと。何が初かって、ダイヤ装備を作るんですよ。3つだったっけなこれ。棒がいる、棒がいる。よいしょ、こんだけでよかったっけ。さて、いきますよ、皆さん。カモン、ダイヤの吊り橋、ポン。はぁ、ついに作ってしまった。というわけで、いきましょうか。まだ夜にはならないかな。あ、夕方になっかな、これ。夜になるよね、そろそろ。夜になるね。皆さん、村人の皆さん、避難してくださいませ。夜になるとね、凶暴なモンスターたちが分かれますので、はーい、速やかにお家に戻って速やかにおねんねしてくださいませ。僕も寝まっちゅう。
はい、夜も明けましてしっかり朝になりましたのでね、早速ねネザーゲートを作りに行きましょう。はい、あ、ちょっとここ一つぐらいフェンスゲート作っといた方が良かったかもね。ここだけとりあえず適当に作っといたんですが、はい、じゃあねスポーン地点に戻りましょう。ちょっと久しぶりかな。あー、あったね、ここにマグマだね。ちょっと水も回収してこっちに持ってきましょうか。マルシになっちゃ困るのかこれ。そこ大事にしないといけないよね。そうか、ちょっと待って、よく考えよう、よく考えよう。このマグマを失うわけにはいかないから、よいしょ。はい、とりあえずね必要な黒曜石14個はね手に入りましたのでね、早速ネザーゲートを作っていきます。さて作っていくんですが、ちょっとねいろいろね補強するためにもいろいろ必要なんで、ちょっとねガラクタ持ってきましょうか。もうね設置する場所は決めてるんで、ここです、ここに設置します。この辺に設置しますんで、ちょっと整地しましょうか。あ、こんな感じでいいでしょう。じゃあ作っていきましょう。ミスは許されませんからね。よいしょ、こうか。うわ3つ、もうちょっとマジで怖い怖い、マジで怖いって。よいしょ、で1、2、3、待って、どうだったっけ、こうでいいんだっけ、あと1個いるっけこれ。怖い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 。とりあえずこっちも、よいしょよいしょ、あ、ちょそんなにいらんはいらん。よいしょ、ちょっとマジに集中してるんでこれは。正方形じゃなかったような気がするんだよね。だからここがもう1個多かったかな。まあ大きすぎる分には別に構わないんでこれは。よいしょ、こうだったっけ。よいしょ、でここで上3だよね確か。合ってる合ってる合ってる、きっと合ってる、合ってると信じよう。でよいしょ、ポン、1、2、3、これでいいんじゃない、これでできてんじゃない。しかしこれではね寄与しませんよね、これでは意味がない。そうです、着火してねゲートをね開かなきゃいけない。だからそのために火打ち石を作んなきゃいけない。火打ち石となんとかっていうのを作んなきゃいけない。だから鉄はあるから、そのもう一つの部品がないんだよね。だからそれはねどっかに砂利がありましたんで、そっからね出るまでちょっと掘り続けましょうか。よいしょ、一個取ってほい、よいしょ、おし一発で出たね。よし、これでオッケーオッケーオッケー。火打ち石と内金ですね、ポン。さてこれでついにできますよ皆さん。早いねパート2でネザーって。だけど運がいいんだよね、一言で言っちゃうと。さて作りますよ、いきますよいきますよ皆さん。よーし行くぞ、せーの、ポン。作っちゃったよ。さて初ワープでございます、ポン。おー、すげー、ワールドを作成中、じゃあ生成中、初ネザー。おー、こんな感じか。すげーな。まあ、ネザー探索は次回ということで、一回現実世界に戻りましょう。いやー、素晴らしい。はい、というわけで今回はね、ネザーゲートを作って初めてネザーに行ってみて、しかも、ダイヤモンドも手に入れたので、いろいろね、最高の回でございました。まあ、次はネザーの探索かなと思っております。でね、収録外で向こう側のね森林伐採しましたんで、そこにねちょっと植林場を作っとこうかなと思っております。それでは今回もご視聴ありがとうございました。バイ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 。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。 PC の方もタブレットの方も画面下のチャンネル登録ボタンをタップまたはクリックして登録をお願いします。それでは次回もお楽しみに。さよなら、バイバイ。